はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。2020年、新型コロナウイルスの影響で様々な混乱が生じていますが、コロナのことのみならず、変化、それ自体がポイントなのではなく、その変化に対してどう順応するのかが大切。 という話をさせていただきます。今こちらにダーウィンの進化論の一説、ドンと書かせていただいたんですが、最も重要なポイントは、あくまでもどれだけその変化、事実に順応するかであって、その変化、それ自体について、ああだこうだ言っていても、非生産的なんですね。コロナに関しても同じで、コロナが陰謀説なのか何なのか、ああだこうだ討議しても正直不毛な気がします。要するに、マスクをして不要不急の外出や渡航を避け、 感染対策をできる限り行う、これコロナが出始めから一貫して同じじゃないですか。我々がやるべきこと、今から何をするかっていうのは同じなんですよ。その中で何ができるのかを考えていくことが唯一の非生産的ではない生産的な方向だと私は考えています。Amazon 物販一つとってもそうなんですが、例えばセラーアカウント登録のことについて話をさせていただくと、2018年1月頃を皮切りに、 登録の審査っていうのが少しずつ厳しくなってきました。こういうことを申し上げると、じゃあ今から物販を始める私は不幸だとか、ものすごく損してるだとかいう人がいるんですが、じゃあなんでそれよりも前に、もっともっと前に物販を始めなかったんですか始めなかったというのも一つの決断なわけですね。我々自身の決断なんですよ。今の仕事でもいいや、もうちょっと後でもいいや、そういった考え方に基づいて、調べなかった結果、知ることができなかったっていうのはま 限りもなく各自の責任だって考える必要があると思うんです2019年12月頃から出始めたエラーコード5665においても同じことが言えます詳しくはこちらの動画ご覧いただければ幸いですエラーコード5665が起きてしまったそしてそれを解除するためにさらに手間がかかるようになったんですねそれについても今の自分を批判したり自己憐憫に浸ったり Amazon の変化に対してある種の多責に至ったりする方っていうのは超非生産的であっ それについてですね悩み続けたって意味がないんです悩むっていうものは抽象的なものであって我々にとって一番大切なのは考えることあくまでも具体的に今から何ができるかじゃあどう対応するのかについて考えることのみなんですね変化それ自体っていうのはただの事実なんですよ後継期不景気,景気コロナが起きたインフルエンザが流行した何でもそうですその変化を絶対的な不幸と捉えてしまって自己連憫に浸ったり自分 以外の他責にしても、何んだ意味がないです。変化が起こっている何かしらの問題が起きたその際に大切なことっていうのはじゃあ今からどうするのか、じゃあ今から何ができるのか、それだけなんですね変化を絶対的な不幸と決めつけた上で、その不幸があるからこそ自分は絶対的に不幸だ、という考え方に至るのは、正直言い訳以外の何物でもない、逃げ道を探しているだけにしか過ぎない自分がうまくできないこと、自分がよく進めないことを、自分以外の 何かの責任にしているその結果だと思うんですねそのような思考回路ではどのようなビジネスでも独立どっぽ進んでいくことはできず実績も出せず成功することもままなりませんそういった状態に至ってはいけないんです具体的に行動してなければ具体的な結果を得ることは一生できないからなんですね自分の逃げ道探しばっかりして目の前の実績が出る方向に進んでいくことを自分自身で手かせ足かせをして拒絶しているような状況って いいうののははかなりの矛盾だと私は思います。今回の話まとめさせていただくと新型コロナの現状に関してもちろん気をつけるべきところは気をつけなければいけないんですがそれを絶対的な不幸と捉えてそれを理由に自己憐憫に浸ったり言い訳したりするのっていうのは何の結果も生まないどころかどんどん人として正直みすぼらしくなってしまうと私は感じていますこの新型コロナという一つの変化の中で我々 とって大切なのはその事実この現状に対してどのように順応していくかっていうことに他ならないですねご参考になりましたならば高評価チャンネル登録いただければ幸甚でございます最後までご静聴くださりありがとうございます失礼いたします